皆さんこんばんは。トロンボンプレイヤーの大岩和樹です。都内を中心に演奏活動したり、たまにデザインのお仕事をさせてもらったりしています。今日は5月25日の月曜日でしたね。ただいま深夜に録音しております。いよいよ、東京都も緊急事態宣言の解除が発表されて、今日からねお仕事だった方もいたんじゃないかなというふうに思うんですけども、本当にお疲れ様です。ね、お休み明けの仕事って結構、体力的にもね精神的にも、疲れたまると思うので、なんかねあったかいお風呂入って、ね、ゆっくり寝てね、休んでいただけたらなというふうに思うんですけども、自分もね、なんか最近今更なんですけどオンラインレッスンを始めまして、本当に今更な感じですよね。緊急事態宣言解除されてから、やってるっていうのもなんか変な感じですけども、まあ、ちょっとね実験的な部分もあったんですけども、なかなか便利だなという、 こう印象でですね、まあ、Zoom でやったんですけども、なんかねあの画面の共有ができたりとか、その普段こう対面式でやっているレッスンとはまた違ったこうあの要素というかアプローチができるなというふうには感じましたね。今後なんかもう少しうまいように使っていけたらなというふうには思ってるんですけども、今日はやってみたらできるじゃんっていう、ことでねちょっとお話ししてみようかなと思います。この放送は口下手だけど伝えたいトロンボンプレイヤーの大岩和樹が日々感じたことについて毎日喋るということに挑戦するコーナーです。Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などのアプリからネットラジオ配信を聞くことができます。アプリだとバックグラウンド再生や再生速度の変更、その他便利な機能がたくさんあるので、ぜひそちらでね、聞くことをおすすめします。個人的にはね、Apple Podcast は結構おすすめで、リンクのね、More Platform っていうボタンがあるんですけども、そっちからね、紫色の、ボタンがありまして、で、アップル製品の人はね、デフォルトで入ってるアプリだと思うんですけども、アップルポッドキャスト、すごいおすすめなので、ね、そっちで聞いてみるとね、いいんじゃないかなと思います。というわけで、やってみたらできるじゃんという、お話なんですけども、今日ね、朝からちょっと、まあ、夕ご飯食べ終わるぐらいまでずっとね本を読んでたんですよ。で、300ページぐらいある、まあ、活字の本なんですけど、今までの自分からしたら活字の本ってすごいこう読むの苦手で、でね読んでると途中で眠くなってきちゃったりして読むのやめちゃうんですけど、なんか漫画はね結構読めるんですよね。やっぱ読もうと思ってるからなのか、単行本は普通に読めるじゃないですか。一日で読破できるじゃないですか。活字の本ってなかなかこう一日で読み終わるっていうことが今までなかったんですけど、今日はねなんかこうまあ時間があったっていうのもあると思うんですけど、300ページの活字の本を読破することができまして、なんか活字の本苦手だと思ってたけど、読もうと思えば読めるじゃんっていう、なんか個人的な驚きがありましたね。でもう一つちょっと話をさせていただくと、以前ですねちょっとビッグバンドの財布というか、音取りのお仕事を頼まれた時があって、で、まあ、ビッグバンドなんてもう17、8パートぐらいあるわけですよね。サックスが5本いて、トロンボンが4本いて、でトランペットが4本か5本いて、でリズムも 4パート5パートあって、でその17、8パートを耳コピーして、で譜面にするっていうお仕事だったんですけど、自分こんなんできるかって最初思ったんですよね。なんかもう自分の能力に見合わないものを受けてしまったなっていう感じはしてたんですけども、まあお仕事なんでね結局やらなければ終わらせなければいけなかったのでやったんですけどね、終わってみて思った感想は、
あ、意外とやったらできるじゃんっていう感じでしたね。最初はね、自分の能力に見合わない、もう本当にとてつもない大きなものを受けてしまったなっていう感じはあったんですけど、で、まあやってる中もね、多少辛いことはあるんですけども、終わってみたら、あ、できたっていう、こう感想で、まあその達成感もありましたし、で、無理だと思ってたものができたっていう、その自信にもなりますよね。で、その自信があると次の行動につながるきっかけにもなるというか、こういうことができたから多分次もう少し大きいものが来たとしても、もう少し頑張ればできるんじゃないかなっていう、そういうなんかこう成功の積み重ねにつながるのかなっていうふうに思って、なので、本当はやりたいことあるんだけどちょっと大変そうだから手出してませんっていう人がいたら、一回始めてみると意外とやってみたらできるじゃんっていうことがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ自分がその、活字の方苦手だったけど、あ、読んでみたら1日で読めたみたいなね、そういうまあちっちゃいことから、大きいことまで多分あると思うんですけど、始めてみると意外とできたりするんじゃないかなという、そんなお話でございました。ここまで聞いていただいてありがとうございます。大岩和樹の YouTube チャンネルの方では演奏動画もアップしているので、よければね覗いていただけたら幸いです。また演奏とか卓録レッスンのご依頼も受け付けております。質問やメッセージなども募集してますので、ぜひ、説明欄の連絡先から、お気軽にご連絡いただけたらなというふうに思います。それではトロンボンプレイヤーの大岩和樹がお送りしました。これから寝るよーっていう方、おやすみなさい。朝に聞いてる方は、いってらっしゃい。それでは、また次回の音声でお会いしましょう。またねー。